皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢あチです。今回は久しぶり、ものすごく久しぶりの音声講義をさせていただきたいと思います。今回のテーマは低評価。低評価の何が悪いのかっていうのを見誤っている方っていうのが結構多くてですね、この低評価をもらった時にね、 どういうふうに考えていけばいいのか、何を行っていけばいいのかっていうことを具体的にこのマインド面から話をさせていただきたいと思います。ここの考え方っていうのをクリアできた人が一流プロのセラーだと思うんですよね。逆言えば、ここの 考え方っていうのはどうしても腹に落としづらい部分っていうのがあるかもしれません。ただ、商売を行う上で非常に重要なポイントではありますので、この部分ぜひしっかりと腹に落としていただいて、三方よしの堅実な物販っていうのを行い、みんなの笑顔の対価としてね、お金をいただく仕事をしているわけですから、商品を販売し、商品をお客さんが受け取り、笑顔を感じてくださったり、満足に、 思ってくださる。その対価として、お金を払って、お金を払ってる人だってね。みんなが笑顔になれる。我々だって笑顔。アリババ業者だって、アマゾンのテクニカルサポートの人たちだって、アマゾンだって、みんなが笑顔になれる。そういう状況を作れるように、日進月歩を進んでいければな、っていうふうに思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。でですね、今日たまたまご質問くださった、 まあ私の生徒さんの高橋さんっていう方が実はこの低評価の問題で悩まれている部分があったんですけども別にこの動画っていうのは高橋さん批判とかでは決してないんでねご本人お聞きになってえぇあんだよっていうふうに思わないでいただければこれね本当に多くの人が陥るポイントなんですよだから高橋さんにね私これビデオメッセージというか音声メッセージを先にお伝えさせていただくとしたら落ち込みすぎないようにしてください 今回私が話す内容って、まあ厳しい内容とかに先ほど文面でも書いて編集はさせていただいたんですが、なんかちょっときついなとか厳しいなとか、なんか自分やっぱりダメなんだってもしかしたら思っちゃう可能性もなきにしもあらずなんですが、そんなことは何も思う必要はありません。あくまでも、じゃあ自分が反省できるポイントがあれば反省し、改善できるポイントがあれば改善し、 そして、進んでいくことによって少しずつ、少しずつ成長できるものですからね。そこは前向きに捉えていただければと思いますし、今回の動画聞いて、ああ、これ自分も当てはまるよっていう方は、正直少なからずいるんじゃないかなって思うんですけど、決して 決してご自身を卑下したりとか、エフィカシーを下げたりとかせずにね、変に自尊心を傷つけたりとかせずに、前向きに今回の内容っていうのを咀嚼していただいて、私ね、いつもよく言ってるんですけれども、悲しみであろうが、怒りであろうが、イライラであろうが、全部自分で食らい尽くしてくださいって言ってます。別にハンマーゆう郎じゃないんですけど、本当にすべての感情、すべての 辛いこと、大変なこと、苦しいこと、生きてるとたくさんあると思うんですよ。でもそういったものを全部食らい尽くして自分の糧として、次の一歩の足場にする。それを繰り返していくことによって、我々っていうのは今いる限界を突破し、リミッターを解除し、自分の理想とするね、状況を、 状況まで近づいていけると思うんです。自分の夢っていうのを掴み取ることができると思いますから、あくまでもポジティブな目線で今回の話っていうのは皆さんお聞きいただければなっていうふうに思います。やっぱり私が結構ね、きついことを言っちゃうというか、あの、歯にきぬ季節何でも言うタッチなのでね、結果的にへこませてしまうことはあると思うんですが、それは信じてるからへこませるんですよね。 我々は結局好きか嫌いかじゃないんですよ。関心か無関心かなんです。で、私が切磋に対して無関心ってことはありえないわけですから、関心がある人に対して私ができることっていうのは、正直に自分が本当に感じたこと、こうしていかなきゃいけないなっていうふうに講師として思ったことっていうのを、そのまま皆さんにお渡しする。それが場合によってはね、きついことを、 厳しいことになることもあるとは思うんですけれども、少なくとも嘘はつきたくない。だから自分自身がこう思ったならこう思ったっていうことははっきりお伝えして、一緒に改善していくっていうスタンスで、これからも進んでいければなっていうふうに思います。まあ、とはいえね、センサーに対してなんか怒鳴となるとか起こるってことはないんですけど、まあ、言い方がね、歯にき抜きせず、まあ、この動画もそうなんですけども、 ズバッと言うので、そこに関してはね、うってなる方もいるかもしれないんですけれども、それはなんて言うんでしょう。私が切り刻んでるのではなくって、皆さんをね、ズバッと、けさぎりにしてるわけじゃなくってですね。 改善できるところは改善し、前向きに進んでいきましょうっていうことなのでね。そこもどうぞ、くれぐれもあしからずお聞きいただければなって思います。さて、本題に入りますけれども、我々セラーとして物を売ってると必ず低評価っていうことを受けます。低評価を受けることがある。 もちろん受けたかないし、受けないようになるべくね、尽力するんだけれども、例えば少ない資金でね、写真撮影っていうのも行うことが、まあなかなかままならないっていう状況だと思うんですよ。特に初回テスマとか、物販を始めて間もない頃。 要するに1年未満の頃っていうのは特に資金ぶりっていうのも大変な中で一生懸命商品をテストマーケティングしている。で、少ない商品を出して、さらにその少ない商品を出すっていうその行為の中でもそこまで資金を投じることはできないから、やれスポンサープロダクトだ、やれ商品撮影だ、やれモデル撮影だ、やれ OEM だ、ロゴ刻印だ、会員 OEM だ、いろんなことを全部ね、やりたいことはたくさんあると思うんですけど、やれることは少ないと思うんですね。 で、その中で、例えば、アリババの画像っていうのをそのまま拝借して販売するっていうのが大にしてメインの最初の流れになってくると思うんですよ。で、その時にですね、例えば低評価を何かしらの理由でもらってしまうってことがあり得るんですね。ま、あ本当なら写真も自分で綺麗に撮って説明文だって場合によってはね、英語ペラペラの人外注して雇って商品ページも作成して、 で、もう完璧な状態でバババッと出せりゃ、そりゃいいんだろうけど、そうもいかないところでやっぱり一生懸命 Google 翻訳を使いながら英文を作って、で、画像に関しては何でもかんでもお金かけるってわけはいかないからアリババの画像を使って、そして自分ができる限りの中のベストを尽くしてそれでも低評価をもらってしまうってことは、あのー、あると思うんですよね。っていうかあります。誰だってあります。低評価っていうのは商品の セラーの低評価とセラーの低評価って2種類あるんですが先に言います。セラーの低評価っていうのは応にして消すことができます。なぜならばお客さんはセラーの評価の欄にセラーのことを書かずに商品のことを書くからです。あまりアマゾンのお客さんってここわかっていらっしゃらない。私もセラーになるまでわかんなかったんですけど、セラーの評価欄にはセラーのことしか書いちゃダメなんですよ。で、商品の評価欄には商品のことしか書いちゃダメなんですよ。 なんです。でも、結構知らない人がいて、セラーの評価欄に、商品がどうだこうだっていう特定の商品についての低評価を書いた場合って、それは、アマゾンに言えば削除することができます。で、セラーの評価のところにセラーのひょ、ことを書くって、じゃあ、セラーのことを書くって何と言えば、例えば商品が遅れて届いたとか、そういう話になるんですけど、実は、商品が遅れて届いたかどうかっていうのは、セラーの責任じゃないんですね。あの、我々は。 なぜかと言えば、それは Amazon が FBA というフルフィルメントバイアマゾ Amazon というシステムを使って Amazon の倉庫から発送するわけですから、発送の遅延だとか、届かなかった問題に関しては Amazon の責任なんです。だから、発送の遅延があったっていうことがセラー評価に書かれて低評価が付けられたとしても、そ、それは消せます。それは消せます。だから、セラー評価の部分っていうのは結構消せる低評価が多いんですよ。 ただ、商品の低評価っていうのはなかなか消せるものっていうのは少ないんですよね。で、その際に、こっからが超重要なポイントになるんですが、商品に低評価がつきました。よくあるのが、サイズが小さすぎました。っていうもの。あとは、安っぽすぎました。英語で言うと、too small と too cheap っていうのはこれ2大クレームなんですよ。小さすぎた。安っぽすぎたってこと。あとは、画像と違った。 この三つですね。まあ、画像と違ったって結局、画像でもっと高級そうに見えたんだけど安っぽすぎたなんで、too cheap の中に含まれるんですけど、うん、だから基本的には too small と too cheap 小さすぎたと安っぽすぎた。この二大クレームっていうのは、よう喰らうことがある。まあ、よう喰らうことっていうか、どうしても喰らってしまうことがあるわけですね。で、喰らうって書くと、これ我々被害者みたいな感じをしちゃうと思うんですが、重要なポイントはここです。 どのような評価であっても、それが感情的な低レビュー、あの、低評価だとしてもね。要するに、ふざけんな、小さすぎるとか、めっちゃ失望した、がっかりした、安っぽすぎるとか、びっくりマークいっぱいつけて、お客さんが感情にかまけて低レビューを書いた人がいたとしても、その人に対して、ああだこうだ言うのっていうのは、これ、おかど違いです。セラーとして絶対にしちゃいけないこと。でもしてる人が多いんです。 だから一流のセラーっていうのが少ないんですよ。はっきり言えば。理由は簡単です。そのお客さんっていうのは、数ある、あまたある商品の中から、わざわざ我々の商品を選んでくださって、購入してくださったんですね。で、なんで購入したのか。当然ながら、後悔したくて購入したんじゃないんですよ。がっかりしたくて購入したんじゃないんですよ。失望したくて購入したんじゃないんですよ。満足したくて幸せになりたくて笑顔になりたくて購入したんです。 でそのお客さんが失望しているという事実をないがしろにしてなんだこの感情的なコメントはとかいや低評価もらっちゃったからどうすればいいんだ自分はこの低評価なんて消したいこんな低評価なんてもう欲しくないいやいやそうじゃないんです我々にとって重要なのはこんだけたくさんの 数ある商品の中から我々の商品を選んでくださった大切なお客様が我々の商品を受け取って喜ぶどころかがっかり失望悔しがったり怒ったり怒ったりしてしまっているこれは何が原因なんだっていうことを考える必要があると同時にそのお客さんに対して精一杯その商品を売った責任者である我々が何を行えるのかっていう視点を持つ必要があります この考え方っていうのが腹に落とせそうで落とせないんですよ。なぜならば、セラーとして商品を売って低評価がついたら我々考えることはこういうことです。うわ、低評価ついちゃったらこの後この商品売れなくなっちゃう。とかね。せっかくレビューが来たと思ったらなんだ低評価かよ。自分の商品になんてことしてくれるんだとか。これはまさにアドラー心理学の三角柱と同じです。かわいそうな私、悪いあの人、これから何ができるか。 のうちのかわいそうな私と悪いあの人。このどちらかに転がっちゃう人が多いんです。ほとんどなんです。でも今お伝えした通り、三角柱の三つ目の側面には面には何が書いてありますかこれから何ができるかなんですよね。じゃあこれから何ができるかっていうのは何なのか誰に対して何ができるのかまず、言わずもがな。 まず率先して優先して行うべきはそのお客さんに対して悲しんでしまった怒ってしまった怒ってしまったイラッとさせてしまった失望させてしまったがっかりさせてしまったそのお客さんに対して我々が何ができるのかっていうことを考えていく必要があります。 で、その後ようやく、じゃあその低評価がついた商品ページを改善するにはどうすればいいかってことを考えるんですね。要するに、未来のお客様も同じようにがっかりさせないために我々が何ができるかって考えるんですよ。だから、その商品がよく売れるだとか、そういう自分目線の話じゃないんです、終始。まず、 実際にがっかりしてしまったお客さんに対して何ができるのか。で、その後もちろん商品ページ改善するんですよ。その改善するのも自分がよく売るためにとかじゃなくって、同じように、このままでは同じような理由でまたがっかりしてしまう未来のお客様が出てしまうと。お客様をまた3日後、1週間後、2週間後にその商品を 好きでね、あまたある商品の中から選んで買ってくださるお客様をまた同様の理由で、同様の原因で失望させてしまう、怒らせてしまう、がっかりさせてしまう、不満足な思いをさせてしまう。それを防ぐにはどうすればいいかっていう考え方を持ってようやくそれがページ改善をしようっていう発想に行き着く必要があるんです。だから、ファーストステップ、セカンドステップっていうのはお客さんなんですよ。実際に失望したお客様のケア。 そして、未来のお客様のケア。その結果の商品ページ改善だったりとか、なんですね。まずこの2点っていうか、ファーストステップ、セカンドステップっていうのが、自分自分になることが多いんです。多くの人のファーストステップっていうのは、お客さんに対する怒り、かわいそうな自分。これがファーストステップ。で、セカンドステップっていうのは、その商品ページの低評価を消すにはどうすればいいか。どうすれば消せんのか。 その商品ページ、自分の商品ページをどうすれば、なかったこと、ことにできるのか。できないですよ。万歳なしようにできる方法っていうのはもちろんあります。それは先ほど申し上げた通り、セラー評価っていうのは、セラーのことについて書くものであるから、FBA の商品の知恵については我々は責任外ですし、各商品に関しての低評価については、セラー評価に書いた場合は削除することができます。 できますけども、商品レビューについては基本的に消すことはできないか。もちろん解決策っていうのは色々あるんですよ。色々あるんです。それはただ2の次、3の次。さ、最後にお伝えします。だから、今回のメインのポイントはどうやって、あの、低評価がついた商品っていうのを売っていくかっていう前にお客さんをどうケアするかっていうのを考えてみてください。っていう話です。答えいくつか提示します。絶対的な答えが1個あるわけではない。まず1つ目。 その定でレビューを書いたお客さんが特定できるのであればそのお客さんにメールをして私であれば全額返金します。商品のことはもう返送しなくていいですって書きます、いつも。お客さんが返送する手間をさらにかけてお金は返すけど返送する手間はかけてくれって私は言わないんです、実は。アマゾンセラーとしてずっとやってますけどお客さんが 何かしらでクレームを言ってきたときに、その商品を変装してもらったことって実は一度もないんです、私。その商品は、まあ不要なものかもしれませんが、変装する必要はありません。私からできることは、商品を全額返金することです。もし、その商品がね、何か使えるものであればね、他の人にプレゼントできるものであれば、あげてしまって構わない。また梱包し直して、Amazon に変装する手間をおかけはしたくない。 そういう思いです。え、そんなこと商売できんのって。してますから。私はそういうスタンスですってことは、絶対みんなそうしろとは言いませんよ。あの、返品してもらえますかっていうふうに交渉するのは、順当な、真っ当な交渉だと思います。私はそうしてないだけで。その手元にある商品に関しては返送する必要はありませんと。不要であれば処分していただいて結構です。お金は、全額どちらにしろ返金しますと。私は、 連絡しますね。で、その時に、その代わり低評価消してもらえますか言いません。初めの連絡の時に。私は、そのお客さんに対してどうすることができるか。失望させてしまった商品に対して、お金を得ることは、私はできないんです。だって、満足、笑顔の対価として、幸せの対価としてお金をいただく商売が物販なんですよ。不満足なんだけど、金は返さねえとか。そういうことは、やれないんです、私は。 やりたくないんです。だから、まず極力全額返金すると。要するに、不満足に対するお金をいただけるけ、私は権利はないと思ってますから。そのつもりでやってますから。っていうことをオファーするんです。で、もし、どなたか特定できない場合は、私はそのコメント、低評価のコメントの欄に返信することができますね。で、そこの返信のところに、私はオファーを書かせていただきます。 直接ダイレクトメッセージを送れるならダイレクトメッセージを送るし、もしそこに送れないま、要するに一つの商品が1日10着売れて、その低評価のレビューを書いた人が誰だかよくわからない場合に関しては、特定できない場合に関しては、公開のコメントのところに返信を書いて、そのお客さんにダイレクトメッセージを送っていただきますかっていうことをお伝えします。まずはこれが一つ目。で、二つ目。そのお客さんがなぜ その商品に対して不満を抱いたのか。一言であってもそこに原因が凝縮されているはずです。すんげー小さかったのか。商品画像と違ったのか。安っぽすぎたのか。まあ、要するに商品画像と違ったから安っぽすぎたんでしょう。そういうことだと思います。原因が書いてあります。それはありがたくいただくべきご意見なんですよ。生の声なんです。ですから、 冒頭お伝えした通り、低評価の何が悪いのっていうことを考える必要がある。私の考えとすれば何も悪くないんです。低評価レビューを書いたお客さん、要するに、もう悪くないし、その低評価コメント自体にも悪くない。悪いのは我々。だから我々が責任を持ってどう対処、前処していくことができるかっていうことを考える必要があるわけなんですよね。 で、じゃあそれは何かっていうと、そのお客さんが too small って書いたのであれば、なぜ too small って言われちゃったのかサイズをちゃんと書いてますかサイズ計測を行ってますかアリババのサイズチャートっていうのをそのままコピペして、アメリカアマゾンの商品ページに貼ってませんかアリババのサイズチャートって当てにならないですよ。で、じゃあ、あれ、アリババの、 サイズチャート当てになんないからちゃんと計測したんだっていう方います。計測したのって、同じ商品の同じサイズ、一着だけじゃないですかちゃんと複数着計測して、同じ商品の同じサイズでもサイズ感の誤差があるかないか、あるのであれば何センチぐらいあるのか、しっかり書きましたかそこを見直す必要がある。それもやったよサイズ計測もしっかり全部行った。でも、小さすぎるって言われたんだ。 それは商品のサイズを選択するアイコンの右側にある Amazon のサイズチャートと皆さんが計測,計測して、例えば商品画像の一番最後ぐらいに入れたサイズチャートで差がないですか皆さんが書いた M サイズと Amazon のサイズチャートにある M サイズが違ってませんか お客さんは商品画像のサイズチャートを見ないで、Amazon のサイズ選択ボタンの右側にあるサイズチャートというボタンをクリックしてそこでサイズを確かめることだってあります。ということは、我々がサイズ計測したとしても、じゃあこの商品は M として売ろう。要するに例えば、アリババで XL って売ってた商品でも、まあこの商品っていうのは M として売ろう。S として売ろうってあると思うんです。それと Amazon のサイズチャートとちゃんと照らし合わせて書いてますか 皆さんが適当に M サイズって書いてないですかそこをチェックする必要があります。こういったことっていうのをしっかりと見直すためのものごっつ貴重な一つの材料、ご意見となるものっていうのがお客さんの低評価なんですよ。だから低評価が来た時に 自分のページに低評価つけやがってとか、なんだその客はって。自分以外の誰かにイラッとしたとしたら、それは大間違いです。自分に <laughs>、すいません。自分にイラッとするのであれば大正解です。ただエフィカシーを下げちゃいけない。そこで前向きに、じゃあどうすれば未来のお客さんに同じような悲しい思い、がっかりさせるような思いをさせないのか。 そうさせないようにするにはどうすればいいのかっていうのを考えていく必要があるわけなんですね。さて、終盤にお話しすると言っていた、いくつかの解決策、さらにもうちょっと突き詰めた話をさせていただいて、今回の話を終わりにさせていただきます。まず、日本よりもアメリカアマゾンの方がお客さんは低評価がある商品でも買う傾向にあります。日本だと低評価がある商品ってあんま売れないですね。アメリカだと、 1> 星1個2個の商品であっても、お客さんが、いや、これでも買うっていう方が比較的多いんです。だから、まず皆さんにね、落ち着いてっていう言葉をかけさせていただきたいと思うんですね。低評価がついたとき。低評価の星印1がついた、2がついた。あ、もうダメだ、この商品もうダメだ、お先真っ暗だ。じゃなくて、それは皆さん意見です。感情で。情動的な意見ですから。 その状態でも、とりあえずは、まずは、もう少し売ってみたらいかがでしょう。もちろん、私が今回メインでお伝えした、その、がっかりさせてしまったお客様に対するケア。そして、今後、同様のお客さんも、生まないための、がっかりするお客さん、生まないための、改善は必要ですよ。その上でですけど、そのページを改善できるのであれば、改善した状態でできる限り、 改善点っていうのを見出し、改善した上であれば、そのまま、もう少し打ってみるっていうことがいいんじゃないでしょうか。問題が起こった時っていうのは、得てして我々は禁止眼的になりやすいんですね。ああ、この問題どうにかしなきゃとか、ああ、もうこの貯金ページダメだ、もう先真っ暗だっていうことで、もう本当に禁止眼的になりやすいんですよ。だから、その状態でとりあえず、また、見守ってあげる。改善するところは改善した後見守ってあげる。 で、それで商品が売れるのであればいいじゃないですか。売れて満足当然ながらしてもらえるのであればいいじゃないですか。はじめの星印1個2個。それはきつかった。そしてもちろん影響はありますよ。影響はあるんだけども、そのおかげでその後45555445ってつくように改善できるのであれば、その1っていうのも非常に大切なご意見として、 記録されるべきものだとは思うんですよね。私は。ですから、まずは1、2ついたからといって全く売れなくなるってことはないです。星印1でも2でも買ってくる、く,らくださるお客さんは買ってくださいます。なぜならばアマゾンっていうのは、アメリカのアマゾンっていうのは特にお客さんの考え方とすれば試着感覚なんですよ。アパレルであろうが何であろうがね。 とりあえず買ってみる。嫌だったら返品する。それは我々の権利でしょっていうのがアメリカアマゾンのお客さんの考え方です。だから星印が1個だろうが2個だろうが気にしない人は気にしないんですよ。それはこの人の意見でしょ。私は自分がこの商品気になった、気にな、気に入っている。だから買ってみると。本当に悪ければ返品するけれども、良ければこのまま使うわ。使うぞ。使うよっていう人がいるんですよ。だからそのまま売ってみる。で、それでも売れなかった。 ずっと売れなくなった。で、その売れなくなった理由っていうのは明らかにその星印1個、2個が足を引っ張っているとほぼ断定できる場合に関しては、その商品を1回米国内の提携先の倉庫、私の生徒さんたちは使っている倉庫がありますから、その倉庫に1回戻し、商品ページを新しく作成し、新しいジャンコードを付与し、 そのページで再出品する。新規出品を再度行うという手段もあります。ただし、これは、その星印をなしようにする方法ではあるんですよ。だから、最終的な方法と考えてください。まあ、そうすれば別に低評価ついてもまた何回でも新規出品のページ新しく作り直せばいいんでしょうっていう考え方には、絶対、落ちてはいけないんですよ。商品ページすっごい改善した。画像も綺麗にした。 できること全部やった。でも、その1、2、初めに、たまたまいただいた、そういった、レビューっていうのが、低評価っていうのが、足を引っ張ってしまっている。これは、申し訳ない。このレビューは本当にありがたかったんだけど、このレビューをいただいたからこそ、これ、こんだけ改善できたんだけれども、どうしてもこれがある限り、この商品っていうのは、改善したんだけれども、 改善する前の状況と、やっぱ混同されがち、誤解されがちになってしまうって思った場合のみ、商品を一度引き下げて、もう一度新規出品し直すっていう手段を検討してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。というわけでね、今回低評価、低レビュー、 ま、低評価のレビューですね。低評価コメントがついたときに、どうすればいいかってことやっぱり迷ってる方物ごっついらっしゃるし、その時にどうしてもうわーって禁止眼的になってしまって、自分のページに傷つけやがって、みたいなね、感じになっちゃうんですけど、それは応にしておかど違いになってしまって、そうじゃなくて、いやいや、自分のページが傷ついたんじゃなくて、そのページで商品を信じて買ってくださったお客さんが傷ついたんですよ。だから、 お客さん目線で考える。顧客目線で進めるってことが何よりも重要だっていう点をご理解いただければなっていうふうに思います。というわけで少しでもご参考になれば幸いです。このような感覚で進んでいくことがやっぱり長く続く継続的にしっかりと物販を散歩用紙で続けられる一流のセラー、プロフェ、プロフェッショナルセラーですね。プロセラーとしての一歩一歩につながっていきますから 腹に落としていただければ幸いです。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢淳がお届けいたしました。では、失礼いたします。